愛知県岡崎市にやってきました。いい天気、朝早いんですけれども、観光客の方ですかね。1位なんだと思いますか？1位はやっぱり岡崎城じゃないですか。東海3県の町自慢ランキングから気になる自慢を徹底調査、地元自慢ランキング町天。今回調査するのは、全国屈指の花火大会が明日開催される愛知県岡崎市。岡崎市の自慢ランキングこちらです。じゃーん。あれ、岡崎城3位？ 1位。この夏祭りって花火大会ですか？そうです。へえ、やっぱ今の岡崎の自慢ランキングで言うと夏祭りが1位なんですね。あーでもこれ見ると5位までは本当に納得。かき氷街道も夏といえばですね。あー、もろこしうどんって食べたことないけど、岡崎地元の人みんな言いますよね、美味しいって。あのトウモロコシがいっぱい入ってるうどんですよね。これ食べてみたいんですよ。へえ、7位なんだ。このランキングはウルフィンアプリで募集した情報をもとに、岡崎市の地域密着生活情報誌岡崎ふりもの編集室が作成。休みの日は家族でですね、楽しめるスポットが本当に数多くあって、どれを1位にするのかっていうのも本当に今回悩みましたね。はい。10個全部1位みたいな感じですか？そうですね、本当はそういうふうにしたい気持ちはありました。はい。3位は四季折々の景色が楽しめる岡崎城。9位には駐車場に入園料も無料、市民憩いの場東公園がランクイン。中でも岡崎フリモがぜひ立ち寄ってほしいとおすすめする気になる自慢が2つ。まずは10位はこちらです。じゃじゃじゃん。平太郎。平太郎誰？突然すみません、こんにちは。今ちょっとお時間よろしいですか？ありがとうございます。今岡崎の自慢を調査しているんですけど、はい、観光客です。あ、観光客。ごめんなさい。どちらから来ました？東京から。東京から、はい、なんで東京から岡崎に来たんですか？東海オンエアの観光で10年くらい見続けてて、やっと初めて来れたんで、めちゃめちゃ楽しみにしてました。そうなんですね、はい、ちなみになんですけど、あ、そう、東海オンエア8位ランクインしてます。はいはいはい、10位の平太郎ってご存知ですか？平太郎わかんないけど東公園はわかります。あ、東公園わかる。東海オンエアの影響で初めて来た地なのに、なんかすごい馴染み深いものばっかりで面白いですね。どちらから来ました？東京から。東京から。え、どうして岡崎に来たんですか？東海オンエア。やっぱすごい、東海オンエア。この日は休日ということもあり、 YouTuber 東海オンエアの聖地巡礼を楽しむ観光客が多くいました。こんにちは、突然すみません。メーテレのドデスカプラスです。ちょっとだけのお時間よろしいですか？10位の平太郎はご存知ですか？たい焼き屋さん。あ、たい焼き屋さん。たい焼き屋さんなんだ。平太郎って。大好きです、私も。へえ。すっごく美味しいんですよ、たい焼きが。で、いつ行っても結構並んでて。へえ。はい。たい焼きといえばまず名前上がるのは平太郎かなと思いますね。みんな知ってると思いますね、岡崎の人は。へえ。一度は多分食べたことがみんなあるんじゃないかなと思います。そうなんですね、はい、地元民なら誰もが知るという平太郎へ。しかし東京出身の西尾アナからここでまさかの発言。え、ちょっと待って、多分私平太郎のたい焼き知ってる。私が学生時代に6年間通い詰めていたたい焼き屋さんの名前も今この看板見て思い出したけど平太郎なんですよ。同じ。でも岡崎の店ですもんね。岡崎。それどこで食べたんですか？私は東京の世田谷区にある成城学園前駅っていう駅。何はともあれ、西尾アナの疑問も含め調査スタート。こんにちは、はじめまし
ちょっと聞きたいことがありまして、この平太郎って東京にもお店あります？今もうやめちゃったんですよ。やってました、はい、もしかして成城学園前？実は2年前まで東京世田谷区の成城に姉妹店があり、学生時代の西尾アナはこちらに通い詰めていたとのこと。北海道産の小豆を使った甘すぎない自慢のあんこに、ギリギリまで薄くした生地で作るたい焼きは、多い時で1日に2500個も販売。そんな平太郎の名物が、揚げたい焼きですか？おそらくここでしか味わうことができない、焼いたたい焼きをさらに油でカリッと揚げた揚げたい焼き。いただきます。待って、懐かしい、美味しい。全然変わってない。この皮が薄くて揚げているのでパリッとしていて、私今チョコとあんこが入っているのを選んだんですけど、揚げてることによってなんかチョコソースみたいになっていくんですよ。なんで揚げようってなったんですか？だいたいお客さん最初来ないでしょ。元を焼いて冷めちゃうから、はい、揚げてみたらこれいけるわ。へえ。ちなみに東京のお店を営んでいた創業者の息子さんが去年岡崎市内に2号店をオープン。どれくらいの頻度で来てます？1ヶ月に1回は。もう小学生の頃からここをご利用してて、世界一です、ね、世界一すごいですね。本当に好きなんですよ。もう本当に美味しいんですよ。岡崎の自慢ランキング6位はこちらです。じゃーん、岡崎世界子ども美術博物館。ぬぬ、初めて聞いた。岡崎世界子ども美術博物館知ってる人？はい。おお、いいお返事。はい、もう家から5分です。そうなんですか？はい、家から5分です。子どもたちも楽しめるような展示物がたくさんあって結構楽しかった。工作的なのも全然いろいろできます。やっぱここは、まあ、岡崎でいうなんかディズニーランドみたいな場所ですね。岡崎のもう、はい。ということで岡崎世界子ども美術博物館に来てみました。もうね、駐車場もね、車いっぱいでしたよ。ファミリーカーがずらって並んでて。日本初の子どものための美術館として誕生した岡崎世界子ども美術博物館。現在昆虫の標本などを展示する遊べる昆虫ワールドを開催中。で、途中になんかすごいな。何ですかこれは？オオカマキリを、60倍にしたロボットになっています。妙にリアル。また岡崎っ子御用達の親子造形センターは、手ぶらで来ていただいて制作できる施設になっております。いろいろなものがあるんですけれども。すごい、これ全部手作りですか？はい、そうです。何これ、かわいい。手作りのコースター。100種類以上もの作品を制作でき、一日中遊べちゃうという方も。そこで西尾アナ、中でも人気だというオカリナの絵付けに挑戦。オカリナっていっぱい穴があるからそれを活かすのが難しい。できた、かわいい。こっちか、間違えた、また間違えた。オカリナの音ってどんな音なんですかね？独り言多めに没頭すること20分。できました。結構上出来。あとはスタッフの方に樹脂加工で仕上げてもらえば。すいません、ありがとうございます。かわいい。こっちが町店で、裏がじゃじゃーん、ウルフィー。これお子さんも、ね、工作楽しくできると思いますけど、意外と一緒に来た大人も
ハマっちゃいますね。ハマっちゃいますね。西尾さん絶対音感をお持ちなんですよ。はい、持ってます。なんか吹いていただいてもいいですか？何を聞く？じゃん、チューリップの花が。赤白黄色。すごい。楽しい。